ここ最近、極めて地球の近くを通過する小惑星が増えていましたが、日本時間の5月5日、小惑星が地球の大気圏に衝突していたことが判明しました。衝突とは言っても、地上に衝突した報告はなされていませんので、大気圏で燃え尽きたのだと思われますが、NASA の天体観測の数値は、地球との距離が0であることを示していて、 大気圏に突入していたようです。以下は、この数日間の地球近傍小惑星の状況で、色が赤くなればなるほど、地球に接近する距離が近い小惑星となります。距離の LD というのは月と地球の距離を示します。LD が1以下は、月と地球の間の距離を通過したということですが、 2020JJ という名称の小惑星が距離例を示しています。小惑星につけられる名称の数字は、基本的に発見された年ですが、今日一にあるすべての小惑星に2020がつけられています。これは、このすべての小惑星が発見されたのは、通過直前か、通過した後であることを示します。どれも小さな小惑星ですので、 地球の大気圏に突入したとしても、空中で燃え尽き、地上に被害を及ぼすことはないと思われますが、サイズを不別にすれば、知られていない小惑星は、突如として地球に接近あるいは衝突する可能性は常にあります。アメリカの報道によりますと、今回の小惑星 2020JJ は、 米アリゾナ州の上空7000キロメートルを通過したと見られるそうですが、しかし、記事には、通過した後まで、世界中のすべての天文学者が、この小惑星の存在に気づかなかったとあります。